つが遅刻をした、うん、許されんことだ、任せて、怒るんだ、わかりました、俺らは関与しないんで、俺らは普通にネタの話して会議してるから、うん、おせえな、おはようございます、おはようございます、おはよう、ちょっとここに座ってもらっていいですか、ダメオはあれ、いや質問なつとして、ダメオはどうなんだ、今日でも足だからゴールドのダメだから、はい、分かりました、ここに寝坊でしたっけ、寝坊してないよ、10時の重力は重りだとして何したんだろうね、うん、まああの集合が11時じゃないですか、うん、で今12時じゃないですか、結構だってちゃんと委託したやつだと、なんかやっぱこう遅刻っていうのがまあちょっと関係がちょっとクラクラはね、別に痛い様子をやりたいと、まあなんか理由があったならあるんですけど、ニードル、ニードルがそうだなとまだわかるけど、特にない、特にないんですけど、どうかな、やっぱこれは人数的に3人、3ギミックとか、もう1ギミックくらい、やっぱり撮影にしても、僕の例えばこう会社にしてもダメ男とか、やっぱいろんな状況で、いろんな場所でやっぱ遅刻っていうのは大事なことしない、どうかな、それ使えるよね、どんな人間でも、どんな人間でも、どんな人間でも、何にしろ壁一面って量がいいからな。できるじゃないですか。そうね。それをちょっと守れなかったか。しかも今あれ貼っちゃったしな、なんかあの吸音材。なんかちょっとどうかな、直してほしいなって。あれ大変だったでしょ。そうだね。結構頑張ったよね、あれ。今後はちょっとそういうふうに意識をしてほしくて。意識してる、意識してるんですか。クリちゃんもあると思って。今日は意識して、意識してた、でも意識した結果1時間で持ってきたワープなんですね、1時間で何ができるかも、そうだね、どんなの撮影部屋かね、いろんなことできる、いろんなことできますよね、その1時間っていう大切な時間を下からガチャッと無駄にしてたワープがあって、うん、困りながらここに来て、でもたどり着けず下から呼んでほしくない、あ誰かーってことはあー違うくない遅刻は何やってんだよ、何 なのか俺が確かにもう本能入ったら後ろからもうまた来て、あーいいね、どうしたら、じゃあ持ってないのアンチャップ持ってないのが面白いから、それがいいね、指機嫌満嘘ついたら針千本のマス指切った約束しました、何でもやりきった方が